はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日は東京ドームのテーブルウェアショーで、N フラワーデザインスクールの本部インストラクター森川正樹氏がデモンストレーションを行いました。その様子をね、僕がしっかりとこうビデオで撮ってきましたんで、ぜひそちらをご覧ください。うちの講師があちらこちらでどんどんねこう活躍してきてます。とってもね僕としては嬉しいですね。これからもどんどん外に出て行って活躍してほしいと思います。では森川正樹氏のデモンストレーションをご覧ください。どうぞ。これは一本見なので、ちょっと今こっち側があのメインになってるので、あれなんですけど、あると思うんです。ご自宅で暖かくなると、その時ちょっとこう首筋にナイフとかで切れ目入れてもらうと若干開きにくくなるので、もしチューリップ開いちゃうから嫌だなっていう人はこういう感じで入れると、結構これやっても開くはやつは開くんですけど、開きにくくなります。あ、そうですですね、そういうのもありますね。はい、比較的パッと開くまではいかなくなりますね。フロアアレンジメントのデモンストレーション開催中です。よろしかったらご覧ください。もうそうですね、花が咲くと、であと切るとすごいネギ臭いんですよ。これ今多分ちょっと匂い嗅いでいただければ分かるんです。すごいあとこれニゲラっていうのも花です。これも結構草花系で、こういう今強いものは強いんですけど、こういうのはちょっと水がちょっと下がっちゃったりとかしやすい。今引くんですけど、固形のシートになってて、意外にこうご自宅とかでも急にこれ引くだけで雰囲気が出るので結構便利ですね。こうやってちょっとこう打つような感じでこう寝ていただくと結構いいですね。これはもう本当にパラレルで、縦にどんどん入れていくっていう感じ。そうですね、お花の合わせ方が多分難しいあるかもしれないですね。花の、色合わせは例えば今回チューリップと決めてしまえば、これの中に例えばこのチューリップ白なんですけど、よく見ると黄色が入ってたりとかすると黄色っぽいものって合ってくる。そういう感じで合わせていくと比較的失敗はしないですよね。なんかこのお花の中に合う色でまとめていくっていう感じです。この組み合わせだと一番多分ポキーがダメで首が下がってしまいますね。ただお水しっかりあげてれば柵は柵のでこんなにそうです。チューリップとか比べればやっぱりゼンマイとかそういったものに比べればやっぱ早いですね。はい、ただ早く撮っていただいてもこの雰囲気が多分このつぼみの桜が今度咲いてきて結構長くは楽しいです。
今日2作目はこんな感じです。はい、今度白が基準で、あとタコピーは先ほどだいぶ雰囲気がもうガラリと変わると思いますね。これはもうアネモネですね。今あったかいので開いてますけど、寒くなると閉じますね。これもお花屋さんだとこの色がミックスで入ってくることが多いので、例えばお花屋さん行ってなんか紫欲しいけど紫だけないですかって、でも多分ミックスで入ってこないと分かりませんみたいな感じで答える店員さんが多いと思うんです。なのでこう欲しい色があったらすぐ買った方の方がいいと思います。これコデマリーです。ここは多分ちょっと田舎の方行けば生えてますね。公園とかにも普通の家の方は普通に生えてますね。花が開いてます、はい、でこれライラックですね、うん、これミモザですね、はい、この散ってきてしまうんですけど、結構好きな人は好きですね。やっぱりだけど買うみたいな。でこれも葉っぱが今ついてるんですけど、これ全部取っちゃっても結構雰囲気が良くて、黄色い粒粒があるだけみたいな。これベルフラワーっていう、動きが出て、はい、かわいいです。高くしても結構かわいいです。下にすると結構垂れるので、こういう風に入れても結構雰囲気が出てこんな感じで完成になって、あとは縛ってこの中に入れていくので、こういう感じですね、うん、かなり動きがあるので、ちょっと場所は取っちゃうかもしれないですけど、オールランドで作ってるんだよ。裏側はこういう感じで、いやー、 N フラワーデザインスクールの時代が来ましたね、ものすごくかっこいいです。これからね、森川氏もどん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 活躍してきます。その他のインストラクターもどんどん、もうすでに活躍してますね。もうね、向かうとこ的なし、これからは N フラワーデザインスクールの時代だ。頑張っていこう。ぜひ習いたいという方はいらしてください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.